験地の入力画面にて側転、採点位置、空中、水中、氷冠質量を入力していきます。各質量より溶石と密度が算出されます。次に厚さをそれぞれ入力していきます。厚さを入力することで厚さの平均及び締め固め度を算出します。抽出試験の入力を行う場合、画面左下にあります抽出入力をクリックします。抽出入力画面にて試験を行う側転に抽出の選択項目にチェックをつけます。2.36mm と75ミクロンのふるい目およびアスファルト量に抽出試験結果を入力します。試験場所は校舎かプラントかどちらかを選択してください。入力が終わったら OK をクリックします。切り取り教師体試験の画面に戻りますので OK をクリックします。インデックス名を登録し OK をクリックすると試験画面を終了し、帳票をプレビュー表示します。